演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はトワイニングブルースーパーフルーティーカフェインゼロ紅茶ユリーローズヒップ&ハイビスカス酸味をブルーベリーやラズベリーの香りが優しく和らげたフルーティーな美味しさを飲みたいと思います。もう裏面これ丸読みです。しかもそれでいい男ですって、どうなのか、もっと滑舌とか鍛えないといけないかもしれませんね。こういうのお仕事にしてるわけじゃないからな。はい、中身はこんな感じですね。ではこれを入れました。でお湯を注ぎます。しばらくタイムですね。ではしばらくお待ちください。入れ終わりました。紫の色が綺麗ですね。これちょっとわかりますけど、では飲んでみます。高貴な香りは確かに感じるのですが、そこにベリー系の甘さが入ってくるので本当に緩和されていますね。本当にベリー系の酸味がそのままで避けようとするあまり完全にやらかしましたね。これそれでもレモンティーやミルクティーの市販のものとはまた違った甘さですね。果物のそのものの甘さとでも言うべきなんでしょうか。これはケーキとかにもよく合いそうですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。